今回のため、えー、テーマは飲み物についてちょっとお話ししたいと思います。えー、水分の補給というのは人間にとって欠かせないものですが、えー、表で飲む飲み物市、市販の危険な飲み物っていうのが結構あるんですよ。ですから今日はその辺をちょっと皆さんとお,お話しできたらと思っています。まず、 この野菜ジュースと言っているものですね。で、えー、ここの、まあ、市販しているものですね、えー、非常に糖質の多いものが多いんですよ。で、えー、食物繊維は取れない、もうジュース,ジュースの過程でビタミンがなくなっちゃう、そういう意味でですね、まあ、広告にあまり騙されないで。 失敗しない野菜ジュースの選び方のポイントというのはまずその無添加なのか食塩だとかそれからその砂糖が使ってない商品なのかそれから取りたい栄養素が配合されているのかどうなのかカロリー糖質がどのくらいなのかということを確認しないと非常に危険です。それから 甘いジュースですね。で、まあ,あ、ここ、飲み心地がいいようにですね、えぇ、ー、その加糖を、甘さを加えているのが多いんですよ。ですからあ、そのジュースやコーラみたいな、あとは加糖のコーヒーなどの甘いものは非常に、えー、注意した方がいいですね。えー、高血糖になったり、糖尿病を、 まあ、誘発する可能性がありますので、毎日飲むとですね、心臓病や脳卒中のリスクが上昇しますので、気をつけましょう。それから、あの、ダイエット飲料なるものですね。まあ、数十年前に開発されて人工甘味料を、この人工甘味料っていうのが要注意なんですよ。ですから、えー、その、このダイエット飲料というのも取らない方がいいですね。それから、 もう一番注意しなきゃいけないのは、今の若い人たちが、えー、まあ年配の方も結構飲んでおりますが、ストロング系中ハイっていうんですよね、でこれはあの濃度の高いやつ、9度とかですね、大手メーカーがいっぱい出してるんですが、これはですねアルコール依存症が高まって、まあ、これはあの酒というよりか、もう薬物といった方がいいんじゃないかと思うんですよね。 ですから、非常に値段が安いんで,で、飲み心地もいい、すぐ酔っ払えるなんていうので、市場で非常に伸びてるんですが、これは非常に危険な飲み物ですので、注意しましょう、お腹の周りのぜい肉が増えますよ、これを飲み始めると、中毒性の缶ビールだということが言えるかと思います。それからあとはエナジードリンク、これも、ね、カフェインが、ね、大量に入ってるんですよ。 もともと栄養ドリンクなんていう名前をつけてねなんか名前に騙されちゃう可能性がありますのでこの飲み物は特にこれ全部コンビニで売ってるものなんですよですから飲み物っていうのはお茶を飲むとか水を飲むとか自分で、えー、野菜ジュースを作って飲むというのはいいんですがその加工品は非常に危険度が高くなっておりますのでえー そういういものを買う時にはよほど注意して買われた方がいいんじゃないかと思います。